皆さんこんにちは、和歌山大学の襟川です。このビデオシリーズはアクティブラーニングを使った協働的な英語授業について中学校高校の4人の先生に優れた実践を紹介していただいています。今度の学習指導要領に向けてアクティブラーニングが一つのキーワードになっています。文部科学省によればアクティブラーニングというのは課題の発見と解決に向けて主体的協働的に学ぶ学習と、その意味では協働的に学ぶですから、文字通り協働学習です。ですから協働学習という言い方でもよろしいと思いますし、またアクティブラーニングという、より広い概念で呼ぶこともできます。でただ気をつけないといけないのは、一種の指導法を文部科学省が提示したわけですけれども、国がある特定の型の指導法をですね、出してしまうことに対してやっぱ懸念も出ています。中央教育審議会の中では指導法を一定の型にはめ、教育の質の改善のための取り組みが狭い意味での授業の方法や技術の改善に終始するのではないかといった懸念も出ている。これも事実ですので、私たちはその何のためにアクティブラーニング協働学習を行うのかというところをしっかり押さえて、単に形だけ真似する、例えば机を4つにくっつけるとかこの字にするとか、そういう形だけで行えるものではないということをまず留意する必要があるというふうに思います。形だけ真似るとやはり最初は戸惑いもあると思いますけれども、すでに先行した事例を見ますと学校の雰囲気全体が良くなったり、クラスの人間関係が良くなったり、それらを通じて学力の向上が見られたりということが報告されていますので、ぜひトライしてみる価値はあるように思います。やってみてください。